はい、お疲れ様です。マッピーです。3月1日シーズンマッチ初日ということで早速使っていきます。今回はこちら、このペルルレイリーダーのねアビスデッキでやっていくんですけど、新蝶駒のエリスですね。こやつがスキル吸収のコンボ毒を持ってるってことで、吸収と毒ってなったらそこにねバフを当てられるペルルレイをリーダーにしてアビスでね攻め立ててやろうっていうのが今回の狙いですね。で、残りのエス駒としてはシアンとこのフェルグの採用ということで、マタンなんだけども HP が相当高いですね。やっぱこのフェルグとエリスがね HP 高い魔のエスコマなんでね、だいぶ殴り合えるんじゃないかなっていうのと、もともとねこのエリスのところをなんかマモンにして一回動画出したんですけど、俺気づいたんですよね、あのエリスってさ逆マモンなんですよね。あのスキル吸収でコンボ毒っていう感じで、マモンのなんか逆みたいなところがあってですね、ただマモンと違って、相手のキャラゴマの要求数がねちょっと多めに設定されてたりとかするんですけど、ただマモンに比べるとその吸収量っていうのが 7% じゃなくて 8% だったりするし、実際使ってみたらまあ強いかなというふうには思うんですけど、このデッキだとね、まあ、ちょっと火力足りるか若干心配ですね。フェルグとか引かんと火力足りない説もあるんですけど、まあ、アドバンテージの量はねしっかり確保できるかなってことで、うん、シアン、フェルグ、あ、まあ、なんか強そうじゃね、なんかメンツ見てるとちょっと強そうなんで楽しみですね。ということでやっていきましょう。メンツ見てると強そう。ただこれな、前使った時もそうだけど、うん、初手が事故る可能性がある。そこがシャバい。まあでもね、マタンの割には HP 高いから初手ベルグレードの火力とかもねだいぶ高めに出せるっていうふうには思ってるんで、はい、まあ、ベルグレでとりあえず引いてもらっていいですか。引いてから言えやみたいなとこあるけどね。あー、引きました。で、ダイヤモンド B からのスタートなんですけど、対面アポロンですね。OK。うん。お願いします。OK。ファービオとかも切れるけど。OK。一回ファービオ切りますか。相手は回ってるね。OK、OK、OK。行ってこい。これね今高校引いてるじゃないですか。でこれが例えばマモンだったら、あの3手目相手が例えばこれ風車打ってきた時に3手目 C の2マモンとかもういけるんですよ。あいつって相手のキャラ2枚でさスキルで 13% 毒出すっていうねバケモンなんで。ただエリスの場合はちょっとそういう動きはね若干しづらいのかなというふうにはね思うんですけど、まあ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 やっていければなっていうふうに。あとこの今回使ってるデッキがアビスデッキっていうことで、じゃあアンチヒールは勘弁してほしいですね。マジアンチヒールだけは本当に勘弁してほしい。でね、このデッキね、あのスキル吸収で優秀な駒といえばね、英語マにアマネっていう駒がいるんですよね。あ、ちょ、喉が枯れてきた。タイミングやろ。喉めっちゃ枯れたわ、今。ってことで、アマネっていう駒がいるんですけど、あいつ持ってないですよね、俺実は。持ってない。持ってないから今回ちょっと入れてないってことで、持ってる人は入れてみていいと思います。まあ、いつもね相手のキャラに依存するスキルだから、ぶっちゃけまあなくてもいいとかあるけど、ただスキルの吸収量マジ強いんでね。って考えたら S 版アマネみたいな感じだな、今回の使ってるこのエリスは。うん、そう、そんな感じなんで、そう、俺今回のねデッキの名前さ、アマネがねえ金もねえって名前なんですけど、これちょっとセンスよくない？俺自分で言っちゃうけどさ、自分で言っちゃうのもあれだけど、センスよくね。まあなんでセンスいいかっていうのは皆さんで考えてみてください。あまねも金もねえんでね。さあ、相手は神獣だな。アポロンから空腹出してくる。ただこれ次 X のフェルグが超強でして、あ、トゥルラまで出してきた。しかしこんだけ出されてる割にはまだ HP 余裕があるっていうね。で、いらっしゃいませ。あ、トーヤか。まあでもこれコンボ強いの出しときたいな。フェルグいきますわ。普通にフェルグで行きます。で、あと神獣なんで特殊罠とかねあんまないんじゃないかみたいなとこもある。おー、アンチヒル来た。やべえやべえ、アンチヒル来ちゃった。やべべべべべべやべべですね。これやべべですね。なんでどうしようかな。トーヤ出すかレイリー出すか。まあレイリーにしますか。吸収量低いし、これでアビスのやあのアビスもそんなに食らわないぞっていうことで。お、火力高え、火力高え。いや、こっから2手飛ばしないと思うけどな。194あるんでね、こっちも2手飛ばしないと思うけどね。あったらやばいけど、あったらやばいっていうか死ぬけど、勘弁してほしいよ。 OK、 トーヤね。はい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 。どうしようかな。次耐えれるんなら右下 X で攻めちゃってもいいけど、
な耐えれそうじゃね。あ、シアン引いた。いや、これそれか、うん、どうしようかな。いや、ただ俺が2手飛ばしできるとは言ってないんだよね。それ大事でして、俺が2手飛ばしできるとは言ってないんだよな。右下 X 打ったとして、そこ大事よね。ってことでこれトーヤ行きます。これでトーヤ打つことによって、仮に相手がアポロン打ってきた時に、まあ、3500ダメージ出せる状況を作っておきますわ。でこれでトーヤを取りに行こうとするとフェルグの動線が空いたままなんで俺のペースかな。でなるべく、あ、でも今さシアンとか切ってディザイア発動圏内に持っていくのもありだったな。まあ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 、一旦越しますわ、一旦越します。でこれでアンチヒル終わる。いや、これ俺のペースでしょ。オッケー、ハロメ使ってくる。でもこれは次全然受けれますね。やっぱ HP 高え、削り切られる気がしない。お、来た、出すか秘密兵器出すか。これ行きまーす、行っちゃいまーす。さあ吸収量見せてくれ。ちなみにこれ 1.18 倍かかるんで、おい、そしてディザイアどっち来い。よし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 、強い。普通に高校で吸収っていうスキルがまあ強いですね。1.18 倍かかるから 8% の 1.18 倍なんで、だいたい 9.5% ぐらい吸収できるっていう風になってるんですよね、バフ込みで。っていうことでね、非常に相性がいい。まあ、普通のマタンデッキに入れちゃってもいいんですけど、ちょっと違うやり方したいなってことで今回ペルルレイでやらせてもらってます。乱体がこんなドアップで映ることあるんやすげえ、ガチ恋距離じゃん、ガチ恋距離乱体。おーっと来たな、来ちゃったな、つくよみ。じゃほんとアンチヒル勘弁。あー、初手事故った、どうするこれ一旦初手事故ったか。まあ一回これちょっとペリオラ切るかしゃあなしで、あと先行かいけるかな。これ先行シャワイな。まあトーヤ欲しいね、トーヤ欲しい。オッケー、メイティス切ってくる。どういう風に行こうかな。はい、あ、ベルグレか、ナリベルグレ、ナリベルグレですかね。行ってこい、よいしょ。でシアンもね、非常に強力なアビズ持ってるんですよ。こいつも強い。だが、まあ、ちなみにシアンのところはね、あのハデスとかでもいいと思うんですけど、ハデスはねさすがにステータスがちょっと片落ち気味なんで、ちょっと今回入れてません。あのステータスがね若干あれなんで、まあもちろんハデスのスキルめっちゃ強いけどね、コンボもまあ強いんですけど、ちょっと今回はお見送りさせてもらいました。まあせっかく両面アビスだし、シアンが、金馬も打ってきた。これ DO シアンでちょっと強気に行きたい感があるけどな。ちょっと引き見てから行きますか。はい、ね、こいつの名前はレイリーですレイリーとかメイリーとか名前の似てるキャラが多いんやから、まあ、戸惑い、そうやって名前が似てるキャラが多かったら戸惑ったりしますよね。まあでも戸惑いこそが人生なんでね。さーて、相手キャラ次で3枚だけども、3枚だと 7.5% の吸収ですね、エリスは。ただ相手HP たっけ、おっと3枚超えてきたね。いや、これ D6 当てるか、ちょ引き見てから考えるか。はい、フェルグ OK。いや、これエリス当ててーなー、当てまーす、レッツゴー、さあレッツゴー。オッケー、吸収めっちゃ強い。でフェルグでディザイアの予約も次取れる。で相手がやることあるとすれば、まあコンボ組みつつって感じでイーサンとか打ってくるか、あ、取ってくる、オッケー。まあエリスのコンボはさすがに共有したくないと。いてー、ちょ待って、こんな食らうの、ふざけ、あ、そうか、お前4000出んのね、そっか、召喚含めて4000ね、そうだよね。まあフェルグいきますわ、よいしょ。まあ、ディザイアの予約取ったけど、シャバいなこれこれ右 UX とか打たれたら結構きつくね。うち打てるところあんまないな。 右 UX が一番やばいな、急所だなこれ。 OK、 A1 はまだ F5 入れるんでマシなんですけど、いてー。でオーダー D 発動と、うんで、 あれだな、オーダー C もまだあるな。いや、ただちょっと待ってね、これ F5 打った場合ってさ、 E3 入られて2手飛ばしもありえるっちゃありえるな。難しい盤面、どうしようこれ。これギード打った方がいいんじゃないかな、吸収で耐える方向性の方がいいよね。多分火力足りない気がする。左下 X かな、うん、よいしょ。
こっち打って新しい動線相手組めないようにするわ、一回で九州で一回耐えて、ここからの2手飛ばしですかね。こうなると F5 打つと E3 から右下 X がちょっと渋いんですけど、こうなると新しい動線相手ないんで、盤面にで俺の動線は残ったままって感じで、うわ火力高え、やめてやめて、ちょっと待って、火力高すぎね、これ右下 X 行くしかねえな、いてー、おい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 、俺だいぶ吸収で耐えた方だけど、はい、きつー、いや耐えるしかねえ耐えるしかねえ耐えるしかねえ、これ右下 X 行きます、耐えるしかねえ、でもこれ耐えたらダブコン、いやダメか、角打たれたらダブコンじゃねえな、頑張れ、いい火力よいい火力よいい火力よ、もっぱず頑張れ、え、ただ5169、ちょっと次飛ばすのしんどいな、しんどいな、5100はきついか、なんならこれ知りそう、頼む耐えろ、2626耐えろ、なんかオラ引かれてるけど、うわーこれギリ耐えれないな、多分オラ引かれてるもんだって、無理、惜しい惜しい割といい勝負できたけどね、まあどんまいだね、くっそ、まあ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 、ちょっとフェイルはさすがに強すぎません、だからこれあれだわ、先行がシャバいな、いやでもさ、シンプルに考えて俺 S4 引いて負けてるんだよ、やっぱ厳しいんじゃないのか、あでもあれだ、俺の視野については S5 マの活躍してないわ、取られてるもん2ターンさせられて、あーって考えたらな、あの視野若干ちょっと歯茎だったか、あとなんなら D6 も歯茎か、ちょっと吸収スキル多めだし、なんとかいけんじゃねとか思ってたけど、そんなことなかったね。いやでもこれ対面いけんじゃね、オッケー、しかもここ引いた。いやこれはね、リアンツイールからの猛攻を受け切れば、俺に分があるっちゅうわけですよ。初手守護者から行こう。吸収無駄にならんし、むしろね、あのコンボ吸収とか、コンボベノムヒールを残す感じで動いて、うん、アド多めで行きたいですね。はい。そうしましょう。おつえ、痛い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 、引き見てからベリオーラ、まあこれも使えるんですけど、一回ファビオから行きたいけど、どうしようかな、 B3 行くか D6 から行くか、まあ B3 から行くか、 D6 にねコンボ微妙コマをね、あんま置きたくない、まあ微妙いわけじゃないけど、S ゴマとかでもないし、あーでもこれあれだな、右上 X トゥルラ動線きついかな、うわリニついんよ、やめちゃう、やめて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 、リニ強いな、うわどうしようこれ、まあでもこうするしかないな、これ E6 ってもう番、いやまあ E6 って方がよかったかな、若干歯茎説ある、若干残るじゃないか、ちょっと待って俺これでなんか歯茎しちゃうわ、歯茎しちゃう、ちょっと強気に行きすぎるのも良くないな、おっと、いやそれラッキーだけど、いやでも引きによるな、ここのちょっと待って、俺結構渋くね、やっぱりこんな削られると思ってなかった、やめて、うわきつー、まあとりあえずこっち取り行くやん、いやでもこの A2 はラッキーだな、 A2 はラッキーなんですけど、さあ果たして耐えきれるのか、だいぶ猛攻だけど、相手 S3 枚使っててだいぶラッシュしてきてるんですけど、いやこっからよ、あーお前グノーあるんかい、頼むよけろ、あーはーお前守護残っちゃった、これは弱すぎる、やばい守護残んの弱すぎるって、きつすぎな、んーいやきちー、ちょ頑張って、とにかく耐えの方向性でいこう、とにかく耐えるしかない、とにかく頑張って耐えるぞ、いやちょっともうね、手駒に吸収がないのがね非常に厳しい、痛い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 、ちょ勘弁してくれっす、マジ勘弁してくれっす、はいこんな時にフェルグ引いていくのマジで熱い、ちょっと待ってね、2手飛ばしはさすがに無理だよね、いや A4 フェルグ打ってから2手飛ばしあんのかなとか思ったけど、多分なさそうなんで、さすがにディザイア込みでもそれなさそうなんで、こっちにします、でも逆に言えば相手こっから2手飛ばしワンチャンないな、 S ゴマ切ってるし、おっとその罠ゴマすげえしんどいわ、絶対マイティーやん、絶対マイティーやん、はーやりづら、
いやでも俺も似て飛ばしするしかねえな。こうだね。こっち切って1枚返しに押さえて、いやこれで耐えるしかないですね。はい、頑張りましょう。一応吸収入ります。ここ耐えれば次いける、節意あるし。3943、エンデが耐えれる。フルチャージイグナーツ無理やね。焙煎も無理やな。俺は引かれてるし。うん、焙煎も無理やね。あー、そっか、2枚返しあるんか。死にました。いやー、ちょっと歯茎だったか。いや、これはね、ワイバットやね。ちょっとさすがに。でも2400だったら受けれると思っちゃったな。いや、まあ実際それはそうか。合ってるか。合ってるけど。A2 でしょう。いやー、グノーきつかったな。そうだね。グノーがめっちゃきつかった。あれ、グノー引いてんのやるな。てか、リアンにグノー入るんか。ちょっとそれは、あれですわ。俺の考えが甘かった。リアン、グノー入ってないと思ってた。まあ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 。ちょっと甘かったわ。けどワンチャンあったらやっぱフェルグってワンチャン作るね。ああ見ると。で、ここ欲しいね。頼む。つくよみはここ欲しいよ。ください。ああ、先行引いちゃった。厳しい。厳しい、先行厳しい。つく対面、先行マジ？めっちゃきついんやけど。まあ、とりあえず、レディー出しておきます。まあ、戸惑いこそが人生なんだね。で、対面はシャーロット・リンリンですね。勝てるか。うん。いらっしゃいませ。はい。あ、エリスいた。でもやっぱ引いた時の、なんか、したり感っていうか、それはあるな。引いてきた時のさ、この、引いてやったぜ感はあるな、やっぱ。毒入れて。まあまあ、やってることはそこそこ強いんだけどね。うん。コンボも 13% 毒出るもんな。ちょ、コンボもなんかワンチャン狙えるみたいな盤面作りしたけど、うわ、これ、きつそうの春は消え。考えます。B6 が良さそうだけどな。召喚、あの、コンボさせないんだったら B6 だと思うんだけど。いや、難しい。まあ、B6 行くか。まあ、さっきはなんか、フェイルノートにご利用された感じするから、ノートさえなければ大丈夫だと思いたいんだけどな。どうなんだろう。召喚頼むぞ、これ C3 とかが。おし、そっちはまだマシ。そっちはマシや。普通に定石通り F4 でコンボ稼がれるみたいな言っちゃんだるいんでね。OK、これコンボ相手稼げてないやん。で、ここシンキングタイム。また D5 行くのかどうか。ペトラ切ったってことはフェイルノートないと思いたいけど。だったら D5 でもいいかなって思っちゃうんだよな。行きます。さっきこれで負けてるけど、あれはノートにご利用されただけだし。でもノート持ってたら今出すと思うんだよな、多分。あ、でも今のあれか、代償ダメージが回復できるからペトラ出したのかな。 OK、 バイセね。いや、バイセだったら俺 D6 当てたい。いや、俺ね、バイセだったら D6 当てたいわ。オーダー、今回フェルノート出されてないもん。で、オーダー C の発動も相当遠のくし、強っ。2921吸収、さすがに2921吸収マジ強いね。めっちゃ強い。おい、引いてんのかよ。タイミング悪い。いや、引くんかよ。いや、タイミング悪すぎね。ちょ、どうしようどうしようどうしよう。これ C 値打った方がよくね。あー、でも B 値で稼がれて、きっきつー。いや、でもウォルトヒールはマジできついな。ボルヒきつすぎるな。取った方がいいな、多分。きつー、きつすぎー。そこでフェイルノート引くのガチできつい。やめてほしい。ジョルもフェルグ引いてほしい。ちょ、頼む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 。平等に行こう。あ、取られると。いや、でも取ら、いや、取るの偉いな。いや、取るのはね、めちゃめちゃ偉いです、それ。え、ちょ、待って、死ぬ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 。無理なんだけど、マジで。こいつ出されるだけで世界全部破壊されるんだけど。俺のやりたいこと全部破壊されるってきつすぎだって。うわ、無理だな。いや、ちょっとフェイルノート強すぎっす。自粛してほしい。
俺のやりたいこと全部やられる。でもこれあれだな、やっぱシアンあれディゴ失敗なのかな。いやでもさ、これぐらいやんないとちょっと俺も形組めないんだけど、アビスデッキって。でしかもなんかアンチヒル出されました。終わってる。いやでもこれは2手飛ばしするしか俺にはもう勝ち目ないんで、フェルグ打ちます。で頑張って耐えてください。いやまあ無理か、 20% デバフで止まるあれじゃないね。フェルグもっと早めに引くしかなかったね。それしかなかったっぽい。まあハロメ打たれると、まあどんまい。いやくっそ、いやノート持ってないのさ、明らか情報取れてたんで D6 当てに行ったけど結局ノート引かれたわ。くっそが、クソが、めっちゃ情報取れてたのに負けたわ。まあノートで全部やられるな。でも多分ね、今実際本当にそうなんだよな。ノートなかったらワンチャンあったよ。ノートなかったらな、オーダー C まで相手もたどり着くのきつそうだったし、いけそうだったんだけどね。いや惜しいな。でもやっぱ先行がきついな。なんかちょっとこ先行形組みづらすぎるわマジで。 D5 いかんと。かといってあそこでシアン渋ったらシアン2ターン盤面に出すみたいな形作るのちょっと難しい気もしたんだよな。どうなんだろう、シアン D5 失敗説あるな。ちょっと次から変えてみるか。次は同じことが起きたら D5 シアンやめてみるわ。それでちょっといろいろ考えてみたんで、相手シアンでしょ。めっちゃ X 行きたいけどこのデッキで X 行くのはちょっとちげえな。とりあえず切りますか。トウヤ相手シアンでしょ。ちなみにこれ相性いいよ、これ勝ちます。さすがに毒吸収耐性相手ないんでね。でエンデガも切ってくれた。いらっしゃいませ。うん、ファビオまあ悪くねえな。打ちます。はいはーい、行ってこい毒、レッツゴー。うん、でちなみにこのためエアリスめちゃめちゃ強くない？すぐスキル使えるよ。どうしよっかな。まあ X 行きたいよね。 X 行きたいけどフェルグ X 打っちゃってもいいけど、ちょっと一回絡められしようかな。2ターンスキルだし。でできれば手駒ロックとかは切らないでほしいな。ちょっとイグナス出ちゃうね。よいしょ。まあ、でもイグナツをね手駒に持ってくること自体はめっちゃいい。このデッキマジでフィニッシャー不足なんで、チャージをこの段階で貯められるのはめちゃめちゃ熱いね。うん、どうする？めっちゃ考えてる。おっとブラ入ってんの？シアンに？珍しい。ちょっと珍しいね。まあでもそのブラ許容もできるが、まあ取り行きますわ。よいしょ。でこれでディザイア予約取れた。はい、アビス行きます。めっちゃ吸っちゃいます。毒も入れちゃいます。オッケー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 。バーストは足りそう。てか相手何これ。あーじゃあ違うわ。なんか一瞬待たんかなとか思ったけど、そうよく考えたらちょっとエンデが出されてるし、トウヤ見間違えた。夏ブラ使ったでしょ。あ、ビナー、はいはいはい。オッケー。ちょっと待てよ。これはね、一旦 A さん行かせてもらうけど、そこでビナ切るってことは、多分22の類はないな。絶対マゴマ出したいタイミングだから、相手。そこビナってことは、22の類もなければ、他のマナゴマの類も、まあ、ある可能性は低いね。あえて今のはマゴマ出して、石の火力上げたいはずなんで本来は。どうだろう、今最大火力だったんかな。ちょっとちゃんと見てなかったけど、でディザイアって、あといつでもエリス引いてくれていいな。エリスいつでも引いてくれていいよ。オッケー、バイセ切る。バイセか、どうしようかな。相手満面マゴマ少なくね。ワンチャン F3 当てようかな。あーオーマイゴッツ、どうするこれ。弱え、めっちゃ弱え、これ弱すぎだろ。うわ、夏ブラ間に合うかな。間に合うんだったら1張ってもいいけど、間に合わせるか。いやでも正直なんかディスアドな気がするこれ。
バイセ受けた上で石もダメージ食らうからめっちゃ痛いなこれ。まあ夏ブラ発動のタイミングで飛ばすみたいな雰囲気でいきます。角来たら B4 も強いし、まあ一旦そうするか。あでもこれあれか、右上 X とか打たれるのかな。うわーここでアンチヒル組んだ、渋。まあイグナーツかましてもいいな、ディザイアあるし。うん、イグナーツ行くかこれ。はい、でビナ切っててイグナーツのコンボに対して相手耐性ないんで、で2体召喚も確定するし、これで次飛ばせると思うんだけど。スー、さすがに受けれる。で石も来るけど、石のあれもできるな一応。おお、エリス、エリス2900出るんだっけ。で1800の4700でドコミいけるな。でこれアンチヒール来るけど 60% になるから大丈夫。いや2900もいかないか、これ大丈夫、これ受けれる。でこれで毒で割れた、あぶねー。うい、まあさすがに相性いいんで負けたくない。さすがにね。でもやっぱアンチヒール、アンチヒールしゃばいわ。ちょアンチヒールやめて、普通に怖いわ。アンチヒール来たら萎縮する、勘弁してくれっす。 OK、いくぞ。呪い移し楽しい？お前が呪い移しくんのこれ。呪い移しはちょっとやめてほしいな。だって俺毒吸収だもん。暗黒でしょ？あ呪い移しってやめて。え本当にやめて。あよかった。毒デッキ。毒デッキ？あんま相性良くない気がするんだけど。こっち火力出ない間に毒めっちゃ組まれて死ぬみたいな。オーラこんにちは、オーラこんにちは。俺持ってないかもしれない、すまん。ってことでまあオラこんにちはに近いやつあるかな。オラこ、うーん、俺お久しぶりです。お久しぶりです。惜しかってね。とりあえずこうしますか。とりあえずフェルグじゃないわ、ギード切って。おおおお、え待って、ディミオスからリルファノットにできた、神駒入りディミオスってことか。じゃああれかな、周年のアレスとか入ってたりするのかな。神入りディミオスね、はいはいはい。多分魔獣だと思うから、あーあれか、リアンツィールとか入ってくるやつか。 OK、 でファビオ引いてる。これコンボ、あペリオラコンボ強いね普通に。ファビオ切ってペリオラ B3 にしよう。よいしょ、毒入れて。うん、こいつコンボ強いな。800毒と1500吸収でバフ込みで、あでもあれか、ファビオのコンボも強いな。どっちも強い。まあ、いっか、確実に2体入れときますわ。マンドラゴラキャー、え強いって。強い。いやでもね、これ実際相性あんま良くないっていう理由の一つが、相手英語マリーダーなんですよ、こっち英語マリーダーなんですよ。その違いはあるんだよな確実にな。そうで、その上で相手の方が毒のダメージは上なんでね、劣ってくる。 OK、 じゃあファビオ D6 打っててよかった説あるね。あとファビオ D6 の強いところが、仮にこの場面になった時にコンボベロンヒルが意外とこの後刺さるんだけども、あーまあちょっとそろそろフェルグ出しておきますわ。相手毒場面に2個出てるし、ここで出しとくことによって確実にディザイアの発動を促していきたい。2ターン稼ぎたいね。からの、いや強いって、やめて、死ぬ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 、強すぎ。ちょっと待って、これ D に行かないと無理だな。はい、世界を救うシアンがやってきた。これ世界救うぞ、このシアンは。オッケー、このシアンは世界救うよ、このシアン世界救うぞ。オッケー、毒入れていいね。でマンドラゴラ実はコンボ3000しか出ないって話、あ3500だった。どうする、これイオン来るよね。メイクレア OK、 じゃあ似て耐えできそう。右下 X 打ってもいい。うん、引き見てから行こう。はい、
イグナーツも耐えるはず。3900でしょ、1000回復して8000だから2枚ぐらいじゃあれで、うん、耐えれるな。これ桔梗姫じゃなくて鉄衣打ちたいな。耐えれると思うから。でもな、なんか怖いな。大丈夫かな。なんか怖くね。いやでも鉄衣打つわ。なんか怖いけど大丈夫かな。一応これ俺の計算正しければ耐えれるはずなんだけど。メイクレアってさ、そうだよね、減るほど特殊だよね。そうだよね、イグナーツ耐えれるんだったら大概耐えれると思ってるけどね。バホメットとワンドラ切ってるから。なんかあったりする、もしかしてアクアとかあったりする。でもアクアの場合はね、桔梗姫でもあれな気がする。おっと、リアンツイルバカ強え。待って、そいつ強すぎね。なんかいけ、そういうことなんですよ。エリス引いたらワンチャン俺耐えれるっていうか、飛ばせるんじゃないかって思ってたんですよ。そうだからツツイ打ったで。お前のコンボは2000。あ、ダメージは確実にエリスの方が強いな。エリスてかシアンコンボ、まあ行きますか。一択でしょこれ多分。飛ばしてほしいけどな、お願いします。お、吸収強い。うわー、ちょっと足んねー、14足んねー。でも9350が受けれるはず。3500しか出ねえんだから受けれるよね。大丈夫だよね。あぶねー、あぶねーあぶねえ、エリス強えけど火力低え。まあマモンだったら今の試合終わってたのかそもそもだけどって考えたらやっぱマタン必須でもないのかな。まあてかそもそも俺が使ってるペルルレイっていうこのアビスデッキがね、ちょっとシャバいとこあるかもしれん渋いな、やっぱ渋いな。やってることが弱いわけじゃないんだけど、ちょっとコストに見合ってない説若干あるかな。どうだろう、もうちょっとエゴマの中身変えてもいいかな。うん、難しいな。なんかね、めちゃめちゃアドは取れるんだけどフィニッシュにつながりにくいし、なんか相手もね、割となんか安心して打ってきてくる感じがする圧力になってんのかこれ果たして。あー、またか。でもやっぱりこれちょっと初手事故もちょっとあるな、正直初手がなんか微妙な感じはすごいあるわさっきから。でメルベ対面ね、これはエリス刺さるね。はい、お願いします。エリオーラこれも使えるけど、フーブラからいきます。フーブラからいくか、フーブラからいってもいい。いやでもやっぱりやめるわ。うん、なんかね、ペルルレイリーダーって考えた時にフーブラの重要度が高い気がする。これペルルレイじゃなかったら俺風車打ってたかも。ペルルレイだからブラを大事にしよう。なんか絵に打たれた時になんかあれな感じになりそう。あと他の変容機構もこのデッキそんなあるわけじゃないんでこれでいいや。よいしょ、さあフーブラいきます。じゃあフーブラじゃない、これで C6 ブラいって、で召喚狙って、はいはいはい、ファビオね。まあパッと見右ウェックスベルグレーデで良さそうなんですけど、まあ良さそうか。はい、カロミラン、ベルグレーでこっからさ使わずに立ち回るっていうことできんのかな。ぶっちゃけ使わなくてもいいんだよね、2000ちょっと削るだけなんで。まあでもまあ使っとくかでも一応。よいしょ、おいおい。で夏ブラ召喚からのこの後よな、アンチヒルほんと勘弁な、アンチヒル勘弁な、ミラとか勘弁な。エリス欲しいなエリスもフェルグも欲しいわ、全部欲しい、シアンも欲しい。お、ルキア打ってきた。これペリオラ出るな、イグナス出ないでほしい、本当お願い。イグナス出るよねこれ、アタック的に引いたら。あ、出ないわ、よかった、イグナスあれだ、よけれたわ。で A4 がルキアなんでこれちょっと D5 行きたいっすね。うん、 D5 行きましょう。
うん、相手これ盤面的に B4 行かないと骨増えないんで、で最悪ルキア相手だったら B4 コンボ強くま来たら A3 で当ててあれできるんで、まあ D5 一択か。まあ E3 来る可能性もあるけど骨増えないからそれはそれでワース。うーん、ごめんなさい、ちょっとそいつ強すぎます、やめてください。そいつは無理ね、さすがに許容できねえ。ギード引く、カロミラ打つかファビオ打つか。アドバンテージ量はカロミラの方が高いな多分。そうだね、カロミラ行きます。アドバンテージ量重視。はい、うん、こっからよ。もうなるほど、そのリーニーなかなか強いよ。いや、リーニーまま強いな。しかもだってこれ取りに行っても A2 で骨展開結局されるからしんどいな。骨展開させないために C1 打ってもいいし、あーでも A2 が一番いいか。コンボ組みつつ相手骨展開盤面的にしづらくなる。とかむしろ C1 打つとあれだ、ダブコン繋がるのか、よくねえな。よしよしよし、俺逃げます、逃げます。こっち A2 に逃げて、 A2 に逃げて、よし、もうこの俺とにかく逃げるわ。もうこのアドバンテージで逃げる。アドを使って逃げる。俺逃げます、これ逃げます、逃げろー。なんとか2手台したいな。これ D6 来るよね多分。村正だったらまだ2手台できる気がするけど、2400ダメージでしょ。なんか、いやでもなんかワンチャン怪しい。ちょっと待って、エリスいて。いやまあギードか。ただこれ次飛ばせるんですか。やるしかねえよな、やるしかねえ、やるしかねえ。たださ、いや待て、今、いやまあこれでいいと思うけど、怪しい。リリアスは耐えれそうだね。うん、耐えれそう。3000でデバフ効くし、うん、耐えれる。次飛ばせなくねえ。ちょっと頼む、飛ばせる駒引いてくれ。もうフェルグも間に合わないよ。これ次、てかさっきフェルグ引いたかったな。くそ。あまねえ。待って、これエリス引いたら左下 X で受けれる。多分。エリス。世界はエリスを求めてる。はい。バカだれ。まずい。死ぬって。もう死ぬこれ。死ぬ。こっち打って、とにかく動線潰すしかない。けど今ので飛ばせなかったっていうことだから。いやでもリリアスで死ぬな。くっそ。無理。でもここ耐えれば、ここ耐えればイグナザル。ああ、終わった。くっそー。いや、でもこれについてはね、ちょっと引き弱かったな。S1 枚もいかんかった。惜しい。あったな。いや、これについてはちょっと弱かったわ、だいぶ。1枚引けば全然ひっくり返せたね。やらかした。まあ、相手も弱かったんだけどね。相手も弱かったけど。それ以上により良かったな。いや、これはな、そうだな。1枚だな。1枚欲しかったな。1枚でよかった、全然。まあ、しゃあないな。でも、だいぶ頑張った方だけど、どうだろう。A に打ったのは悪くなかったと思う。骨展開しづらいし、D6 村正切らして。そうだね。まあ、ギードのタイミングがフェルグだったら、毒バフ、その毒残ってイグナーツノーチャージでも飛ばせてさ、説があるな。多分それぐらいか。それこそ最後エリスいてたらね、バチクソ吸収してワンチャンあったんですけど。うん、で今回シアン引いてます。よし、これ勝ちたいな。勝ちたいよ。よいしょ、あの最後らへんの絶妙に火力が足らなそうな感じ、本当しんどいね。リバヒ、いやそこめちゃめちゃ強いんだよね。アブノーマルリンドウめっちゃ強い。エリスいてくれてもいいよ。この対面エリスコンボ 13% すぐ出せるからね。エリスでもいいよ。よいしょ。これさ、次 B3 リンドウ打とうかな。リンドコンボマジでうんちだからさ今。あ、じゃあその B さんシアン派です。強くないねえ、強くない。
強くない？そのゴマ本当。わあ、これ打とうかな。打つわ。打ちまーす。なんかシアン今日ちょっとこういう使い方ばっかしてんな。取られそうなところにばっか置いてる。でも負け取られてる。いやでも今回についてはもう夏ブラもあるし、夏ブラ B さんがそもそも弱いじゃん。これちょっと、であとリンドがね、コンボがめちゃめちゃ弱い。600しか吸収しない。むしろ許容してほしいですけどね。 OK、 A3 ね。よし、さあこっからよ。あのエリス引いてくる。いや痛い。ハデスが大きた。来ました、うちのエース。さあこっからです。ただね、一個だけ心配なのが D6 の守護がね、ちょコンボが微妙。ファビオ、ここエリスかましてもいいけど、まあここシンキングタイムだな一旦。ペリオーラ、いやーハデスが渋すぎるから D2 はちょっと渋い気がするな。でここはねちょっとペリオーラにします。なんでかっつうと、あの D1 当てルキアとかされた時にイグナツがスキル発動しなくなっちゃうからね、エリス切っちゃうと。ここであのルキア対策でペリオーラ切る。エリス打っちゃうとルキア打たれたら発動しないので、まあこのタイミングルキア打たなそうだけど、 OK。 毒で使ってくれた、これでかいぞ。で問題はね、ここのね夏村の召喚マジで大事、これめっちゃ大事。これ C3 来い、 C3 えらい、えらいぞ、えらいよ、えらいよ。ちょっと待って、考える。まあでもエリス切ってもいい。切ります。なんかあった時のために先に。よし、いい吸収量だ。でもこの対面の吸収量少ないな。そうか、相手 HP2 万5000しかないんか。いやでもこの盤面1万10002手飛ばしきつくない？相手 S3 枚見えたよ。これきついと思うけどね、めっちゃ。でルキア撃たれるけど俺にはイグナーツがある。で F6 イグナーツでいいね。英語飛ばないよね、13倍だから飛ばないし、うん、それでいいな。 F6 イグナーツ切って次エリスコンボで飛ばせる盤面作りしたい、間違いない。 OK、 いやイグナーツも強い、これちゃんと毒ばっか残るよ。はい、乗っかっていく。さああとはエリスのコンボがある、これで次倒せる、いける、絶対勝てる。お前がエリス打つみたいなことがなければ。あーほんとさほんとさあ。1600とフェルグ、1600とまあまあバフ込みで2000ちょっと出るとして3600でしょ。いけないかな。3600、7600。いやちょ分かんない、ごめん、ちょっとこれ俺自信ないわ。 F5 フェルグいきます、ごめん自信ない、自信ないで F5 フェルグいきます。耐えれるやろフェルグでごめん、ちょっとさフェルルレイのバフ分からん、あんま自信ないからちょこっちにします。てか無理だな、多分飛ばせてないな。キキョ姫の火力そんな出ないな、2000も出ねえなこいつ。今から答え合わせしよう。フェルグのディザイアがだいたい2000ぐらい出るから、ここからあのキキョ姫英語3枚返しして2000引けばその火力になるから。相手の HP さっき7500ぐらいだったじゃん。答え合わせが入ります。答えはこちら、はい、7639。うわ飛んでるやんけー、自分の計算力に自信持とう。飛んでたわさっきくっそ、もう飛んでるやんけー、計算力に自信持て俺は飛んでましたさっき、7500ぐらいだったから、相手バスバリ込みで7539とかでしょ確かさっきの。飛んでましたね、くっそ、自信を持て、自分の計算力に自信を持て俺は。まあ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 、自信がなかったから F5 にフェルグ打っちゃった。まあでもまあまあまあ、フェルグ引いて明らか耐えれた盤面だから、まああれでよかったか。いやアマテル、これは相性悪くないと思うぞ。毒吸収耐性空いてないし、しかも初手ベルグレーで引いてるし初手ベルグレーで引いての相性とか関係ねえか。勝ちたい、はい、オッケー、5000使ってきたよ。短期決戦で来るつもりか、けどこっちはめっちゃ吸収入ってるからね、この一騎負けないよ、めっちゃ吸収入ってるからね、絶対負けたくない、絶対負けたくない。
シラゴンさん、一文字変えたらドラゴンだなだからなんやって話だけど、そこ、はい、はい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 、ちょっと考えたいな、ごめん嘘、考えない、 F4 一択。ただここのコンボブラジェは弱いぞ、ちょっとカロミラがスキル使えなかったからこうなっちゃったけど、おい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 、止まることを知らねえこの人。いやこれさ、 C に打ったらさ、いやこれ角行くわ、 C に打ったら多分 E3 入られると思うんだよね、めっちゃきついその盤面で、相手 S3 枚切ったからさ、 D5 にコンボ強く打ちづらいと思うんだよな、これで打ってきたらマジで鼻水出る、やめて、これで D5S5 枚切ったらほんま無理、よかった、いやこれでかい、これアンチヒールここで取れるぞ、 B4 行こうで、ヨシンバ B3D5、 あーでもな、相手のキャラ減っちゃうエリスが使いづれーけど、まあこれさすがにいきます、やべえ相手のキャラめっちゃ取ってる、ちょっと待って、なんか待って、あ荷物だこれ、はーい、あこんにちは、アマゾンです、あはーい、待って、ちょっと待ってください、なんだこれ、夏ブラ取れたんか、 OK、 相手夏ブラ、コンボスキルがうんちなんで当てたいね、よいしょ当てます、はい、で、はい、ただ相手紙デッキでしょ、エンデが3枚とか来たら5660ぐらい削れて結構きついことになる、エンデが来んなよ本当に頼むエンデがだけやめてください、エンデがやめて、本当にやめて、イグナーツはまあまあワース、で、ここ火ダメ計算だ、300でしょ、1300、1600、いやまあエリス切らんとやばいか、いやシアン打ちたかった、いやエリス切らんとやばい、エリス切らんとやばい、たださこれさ見て耐えれる、 D5 から行かれてブラジル紹介、いやこれさちょミスったかも、ミスったんじゃないこれ、似てと似て耐えできるこれ、厳しくねおっと、あ、吸収で相手耐える判断ってことは、うん、待ってワンチャン俺まだ耐えれるな、次800吸収、いや待てよ、いやでも確実に飛ばすんならシアンから行くべき、ただギードから行くと、でも次鉄やるから行けると思うけどな、いやでも次耐えれるやろ、ペトラ切ったし800吸収で、いやでも俺ギード打つわ、ちょ右下 X バイセとかワンチャン怖いんでこっちにしますギードの方にします、あのデバフかけます、よしこれにしよう、これでいいや、これでいいや、右下 X バイセ耐えれるかな、650吸収いける、いけるはず、いけるはず、バイセ、うん大丈夫、これデバフかかるから耐えれるよね、危なっ、これデバフなかったら怪しかったな、デバフな、いやこれ正解、ギードで正解、絶対正解、なんでか言うたらシアン打ってたら毒ダメ入ってバイセのライフバの火力上がってたんですよ、だからギードで大正解、あぶねーあぶねー、めっちゃ手こまちこってくる、大体最後の最後で、あのなんだっけ、エアレのおかげ、あぶねーあぶねーあぶねー、そして俺はアマゾンを受け取りに行きます、確かね多分サラダチキンメーカー買ったからそれが届きたんじゃないかな、そうサラダチキンメーカー買ったんよね俺、あの鶏胸肉をさなんとかじゃ美味しく食べたいと思ってサラダチキンメーカー買ったんよね、ちょっと待ってこれさ、あれ置き配してくれてんのかな、ちょっと見に行こう、あ置き配しにくれてました、はい、てかサラダチキンメーカーかと思ったらお水でしたお水やったわ、ラスト一緒に行くわ、ちょっとあーごめん、ちょ今マジあれだわ、心がオセロニアから一瞬離れたわ今アマゾンさんがやってきてくれたんだね、マジで一瞬心が離れた、一回戻るわ、ちょ水飲もう、んうん、あ違うわ同じ人かなと思ったけど、さっきのはシラゴンさんだったけど今回コタソンさんでした、名前似てない、ひらがな4文字にしようかな俺も、さあ今回は先行ですね、ベルグレ行って、いやでも最後の最後あそこシアンじゃなくてギード打ったのはナイス判断や、
ライフバの火力上がったプラスデバフなくなってシアンから打ってたら俺も負けてたと思う多分。さあ、マテル来ると痛え。で、出よ。はい。おお。いや、今回、うわー、悩む。でも、アマテル相手にフーブラ取らせる動きも面白い。ただね、これあれだな、フーブラ打って C6 打った後に、いや、これやっぱり、フーチャーフェルクの上や。なんでか言うたら、グロン入ってる可能性がある、アマテルは。A に打たれたと C6 打って、E3 グロン打たれたら、もう目も当てられないんで、夏ブラ優先します。優先っていうか、その、なんだ、大事にいきます。オッケー、ここのフェルグに対して取る動きを取ってくれたのはでかいね。コンボスキルでビビらしていく。で、ここは夏ブラ行こう。うん、オッケー。さっきとは事情が違うぞ。ただグノを引いてる可能性は全然ある。だからヘルグについては別に取られてもいいんでね。夏ブラ取られるよりは全然マシなんで。で、グノ来るか。グノ来る。グノある。グノあるの。グノはあるの。ないの。あ、ないと。オッケー。メルティシアね。ちょ、一回引き見てからよいしょ。まあ、カロミラでターンスキル消化しますか。よいしょ。はい。そう、サラダチキンメーカー買ったんよね。なんかね、容器に、水入れて、鶏胸肉入れて、で、セットして2時間経ったら、サラダチキンができるらしい。しかもなんか、プリプリなやつが。それ見たらさ、めっちゃいいやんと思って。わざわざ俺なんかいつも鶏胸肉さ適当になんかフライパンでジューってやってさ食ってたんですけど、それしなくていいし、あとね、安上がりっていうかさ、普通にサラダチキンコンビニで買うより安上がりじゃん。で、かつ鶏胸肉美味しくいただけるんだよ。そんなもんペイトゥウィンじゃん。待って、これって発動したらやばい。危なあ。でもペレツってあれか、魔獣だから。あ、ペレツじゃなかったな、発動したとしても。まあ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 、グラキじゃなくてよかった。そう、それで買っちゃったね、サラダチキンメーカー。5000円ちょっとしたんですけど買っちゃったっていう話。みんなも興味あったら買ってみてね。はい。おー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 、いや待てよ、これはね、シアンが強い。よいしょ。これ盤面めっちゃ俺有利じゃない。で、次ディザイアまだあれだな、予約取れてる、予約取れてるっていうか発動残ってて、13,300 こっちヘルスあるじゃん。てか、シアンの使い方今日なんかあれだな、雑だな。今日シアンの使い方雑だな。でもシアンなんかこういう感じになっちゃうな。どうしてもデッキに2ターンスキル多くなるとな。うん、オッケー。いや、でもね、このシアンは全然取られていい、全然取られていいよ。相手カンタチ組めないし。ギード、うわ、でもいずれもコンボ特殊か。君たち F4 の特殊罠がシャラ臭いんで、これさ、ペルルレイ捨てていいっすか、自分。俺ペルルレイ、いや、ない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 です。ないです。いや、これあれだ、むしろあれだ、チェツイで罠返しでしょと思ったけど、ちょっと待ってください。チェツイあれだ、トウヤ出てんの忘れてた。まあいっか、でも全然いいや。いや、どの道こいつら切ったところでコンボで特殊出ちゃうからね。いや、変わらんわ、これでいいや。5511でしょ。コンボスキルで2000出せるんだっけ、君。2000か。あ、ペトラ撃ってきた。え、じゃあ飛びじゃない、次で。あ、でもうまいな、これ。いや、でも、いけるか。さすがに飛びよね。2000出るかな。うん、いきます、いきます。はい。よーし。えい。えい。よし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 。まあまあ、そんな感じか。一応勝ち越せたけど。やっぱ、つくよみ対面で先行とか引いたら普通に負ける。普通にきつい。そんな感じだな。でもこう見ると全然マモンでもいいな、ぶっちゃけ。ただまあ、スキルで 8% 吸収っていうのはね、引いた時の安心感はあるね。一ターンは耐えれると見ていいかな、みたいな。でも今回ね、バフ込みでこれだったんで、例えば対面がメルベとかだとコンボめっちゃ使いやすくなるけど、吸収量が落ちてしまうっていうのは痛いですね。はい。対面、例えばマデッキだったらさ、これバフなしだと2000ちょっと吸収で、やってることを、まあ弱くはないんだけど、まあちょっと思ったより微妙だなってことになるからね。うん、まあでも、今回ちょっとペルルデイで使ってみて、ペルルデイで使うのは全然ありだと思うし、普通のマタンデッキにね、入れるのも全然ありだと思うんだけど、まあいまいちね、うまく使うみたいなのがちょっと難しかったかな。ちょっと難しかった。
てかまあ俺の気がちょっとアビスだからさ、やることがアドバンテージ取るだけなんでね、なんかこういまいちパンチにかけるというかパンチにかけることしかできなかったんでね、ちょっとそういうところあるんですけど、まあでもちょっと面白いね感じで使えたんで、よかったら皆さんこのエリス引いた方ね、使ってみたとか感想ありましたらコメントのほどよろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。この動画面白かった人、高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。サンドラバイバイ。